コメンテーター経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。また九州の方では雨が心配ですね。そうですね、本当にね、はい、これ以上災害のね、はい、拡大がないこと本当に祈ってます、はい、中国地方でも結構一時あの川の水位が上がっただとかね。そうですよね、かなり激しい雨も降っているようです。ただこれ人事ではなくて、やはり関東もね、今は、そんなにこの九州に比べれば被害はないですけれども、いつ来るか分かんないですからね。そうですよね、しかもこの最近の特性は、はい、同じ地域に集中して、はい、しかも長期間降り続けるっていうね、はい、この現象がこれだけ続くとなると、それに応じてね、はい、いろいろ社会やあるいは経済の在り方なんかも、ね、考え直さないといけない時期に本当に来てるなと思いますね。そうですね、 ある専門家が言ってましたけれども、そのこれまでの例えばですね、注意してくださいよというこの今までの経験をもとに避難訓練を繰り返していても、命を落としかねない状況になりつつある、雨の降り方が過去にないほど激しくなる恐れがあることを肝に銘じておくべきだと。もうそう言われてもね、これはちょっとなかなかね、難しいですよね。想定外のことに注意してくれって言われても、やはりこう個人でやる分にはね、やっぱ限界があると思うんですよね、やっぱこう社会全体でなんか新しい取り組みをねやらなきゃいけないなって本当に思います、はい、ですね。ですから普段からもう大量の雨が降りそうだって、いろんな情報が出て入ってきますから、そうなったら垂直避難ですね、高いところですね、周りにない時にじゃあどうするの、それはあらかじめ考えておかなきゃ、ハザードマップとかね、そうですね、いつもこうチェックして、避難先をね、複数考えておくっていうのが重要でしょうね、自分がいる場所がどういう被害を受けやすいのかっていうのをね、やはり事前に頭に入れておく必要があるようですね。特に都市部なんかもね、ハザードマップ見ると僕も数年前見てですね、意外なところに、そういうなんていうか浸水の危険性があったりしてですね、なぜここにあるんだっていう、なんか意外とですね、日常の盲点になりやすいんで、そうですね、ぜひですね、普段からチェックされることですね、あと去年の、台風でもご存知の通り内水氾濫っていうのがあってね、下水がキャパシティを超えてしまって溢れ出ちゃうんですよね、下水管とかああいったところから雨量が多すぎて、それにも気をつけなきゃいけないっていうのもこれ大変なことですもんね。本当ですよね、はい。さて、続いてはですね、俳優の山本裕介さんら出演者や観客から新型コロナウイルスの感染者が相次いだ舞台に対して東京都が調査に乗り出しました。東京新宿区の劇場で行われた舞台公演で発生した新型コロナウイルスの集団感染について、東京都保健所の調査で出演者やスタッフが50人程度、観客が800人程度の合わせて850人程度が濃厚接触者に当たると説明しました。都と保健所全員に対して PCR 検査を受けるよう呼びかけています。都によりますと、この劇場観客の定員が186人です。劇場定員の半分の93人で開催するよう公演の主催者に要請していたということです。公演は6日間、1日2回行われていたということで、1回の公演で観客が何人いたかなどについて聞き取り調査が進められています。濃厚接触者が850人、これ、初めに聞いた方、なんでそんな多いの、6日間で1日2回公演だからこうなるんですね。そうですよね、これは延べ人数っていうわけでも、やっぱ純粋に850人っていうことですかね。そうですね、出演者スタッフが50人で観客が800人ということですね。これはね、非常に大きい、もしクラスター化してしまえばですね、非常に大規模ですよね。そうですね、で舞台の主催者はガイドラインに従って公演と公演の間に換気を行っていたと話しているということです。ただ舞台関係者からは新たな証言も飛び出していて、出演者が観客に降りてファンと抱擁していたといいます。さらに義務化されていた最前列の客のフェイスシールドが外されていたこともあったといいます。これが事実とするならば、そうですね、あとちょっとツイッターのなんか情報で、この運営側がですね、マスコミの報道に反論するような形で、
まあ、例えばあの新しいそのウィズコロナのガイドラインに沿って対応したとか、はい、あと検温もしたと、はい、いうようなことをですね、あの反論で載せたらしいんですけど、やはりあのあれですよね、まあ、検査もねやってなんかあの陰性だったらしいんですよ。で結局ね偽陰性ですよね。あ陰性、はいはい。でやはりですね、あの体調が悪いっていうことは申告されてたんで、あいやまあ僕もですね大学で、今対面の授業1個だけ持ってるんですよ、はい、ゼミで、で学生にはですねこういうこと言ってますよ、はい、まあ、当然あの検温してですね体温が、はい、まあ高ければもう積極的に休めと、はい、であとはまあそのガイドラインに沿ってですね、あの叱るべきところに相談するとか、はい、そういうことはありますけど、それ以外にもまあ私オリジナルで体調が少しでも悪い、あとまあ気分が乗らないと、はい、そういう時でも積極的に休んでほしい、はい、あと体温を測ってですね、熱が例えば7度台にあると、でそれでまた1回下がると、はい、下がった日にもしゼミがあればそれも来るな、積極的に来なくても全然構わないと言ってますね、はい、やっぱそういうふうにある程度、まあ、それがまあいいのかどうか分かりませんけど、はい、やはり心構え的にはですね、やっぱ体調が少しでも悪ければ休めるような、はい、やっぱあのこの舞台のあのことだけではなくてですね、社会環境が重要かなっていうふうに思いますね。だって無症状の人もいるわけですからね。そうですね。しかもね、あの検査して陰性だったら、やはりこうね素人考えだとこれは大丈夫かなっていうふうに思っちゃいますよね。ね、本当はね、違うんですけどね、はい、あの検査したからって言ってもですね、そこで陰性が出たからといっても、はい、またその瞬間に移っちゃう可能性もありますしね、はい、あの別に安全だっていう保証にはならないんですが、角度7割って言ってますね、だけどまあそこはねなかなかね、そうですね、あの判断難しいですよね、はい、一方イギリスでは新型コロナウイルスの流行が落ち着きを見せる中、ロンドンの劇場街再開が遅れています。政府が求める社会的距離、ソーシャルディスタンスですね、これを守った上での公演が難しいからということです。イギリス政府、ソーシャルディスタンスの規定を人が集まる場所で他の人との間隔を確保できない場合に限り2メートルから1メートルに緩めました。それでもミュージカルなどを上演するのは困難なようなんですね。イギリス政府、歌わずに上演するという条件も示したということですが、これも厳しいですよね。そうですね、ただ1メートルっていうのはかなりね、はい、あの距離短いですよね、はい、で、まあ、歌わずに上演、まあ、ミュージカル今度どうするのか、そうですね、マスクしながら歌うのかとかね、あの本当に大変な感じですけど、まあ、劇なんか見るとねやっぱ笑ったり、はい、しますからね、はい、それだけでもまあ飛沫感染するんで、ミュージカルの場合だったらじゃあ口パクでやれってことなんですかね、まあ、観客の場合はね、まあ、はい、席開けて、はい、でマスクすると、はい、マスクってね意外と本当に飛沫感染を防ぐ上で飛ばさないってことなんですね、効果がありそうですよね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、ファックスは東京03-5403-1151、ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、ハッシュタグは tera1134、たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農新潟から甘くて美味しい新潟県産の大玉スイカ2玉プレゼントします。当選者の発表はエンディングで。時刻6時11分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。ではこれまでに入っているニュースをお伝えします。時刻6時14分です。7月14日火曜日、今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。改めて田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。田中さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。毎日新聞、感染拡大、国と東京都責任転嫁。東京都で新型コロナウイルスの新規感染者数が連日100人を超える中、菅官房長官と小池都知事、責任の所在をめぐって舌戦繰り広げています。
菅官房長官、昨日の午前の会見で、新型コロナウイルス感染が拡大している中で、緊急事態宣言を発出する状況ではないとの認識、繰り返しました。その上で、国による需要喚起策の GoTo キャンペーンについて、感染防止に注意しつつ、社会経済活動に取り組んでいることが大事であるとして、キャンペーンの活用を促しました。キャンペーンは国内旅行が対象で、1泊あたり2万円を上限に最大半額相当を国が負担、例えば2万円の宿を予約するとして7000円を代金割引、3000円クーポン券で渡されるというシステムですね。田中さん、この今の段階での観光事業促進というのはどうお考えでしょう。本当ね、経済状況、特にあの観光業の方々とかですね、また観光地で、生活されている方々の、状況を考えると、やはりこの GoTo キャンペーン、有効な経済対策の一つだとは思うんですが、やはりこの感染のね、拡大が、どう考えてもですね、やはりこう警戒水準にあるということはもう間違いないと思うんですよ。その中でこれをやるっていうことが本当にですね、経済対策として有効なのか、やはり観光客の方々もですね、また受け入れる側もですね、かなり、慎重にならざるを得ないと、で十分な観光振興に本当に結びつくのかどうかっていうとですね、なかなか難しいところがあるんじゃなかろうかなというふうに思いますね。でむしろ観光業の方々とかですね、その周辺で生活される方々に、もし経済支援をするんであれば、やはりこの、直接現金を支給する、またはですね、劣後ローン、資産の中に、いわゆるもう政府や地方自治体が、困っているその観光業の方々にですね、直接こう資本注入するというような形をですね、もっと積極的に働きかけるとか、もっとお金の使い方があるんじゃなかろうかという気もしますね。先週末、菅官房長官が北海道での講演で、都内感染者の増加は圧倒的に東京問題と言っても過言ではないと発言して、都と23区の連携不足を暗に批判しました。これに対して小池都知事、圧倒的に検査数が多いのが東京で、中には無症状の人が含まれていると指摘、 GoTo キャンペーンとの整合性をどう取っていくのか、無症状の方も出ている中でどう仕切りをつけていくのかはむしろ国の問題と話しました。政府と都の確執の背景を見てみると、3月から4月にかけて都は PCR 検査数、あと新型コロナ対応の病床数、正確に把握できていませんでした。そしてそのために国が対応に苦慮したと。で、緊急事態宣言発令を受けた休業要請めぐっても、都が政府の法解釈以上の制限をかけようとし、調整が難航したという事情があるということなんですが、菅官房長官と小池都知事の言い分があるんですね。こういったところでお互い言い合ってね、泥仕合みたいなことをやるんじゃなくて、本当に、都とですね、政府がちゃんとこう調整してくれることをもう国民も都民もですね、願ってると思うんですよ。でまたその GoTo キャンペーンでね、観光客を、例えば東京圏からですね受け入れる、人たちもですね、同じように思ってると思うんですよね。ともかく喧嘩なんかしないで、ちゃんと調整しろというのがもう結論で、やはりですね、どうなんですかね、今のこの状況、特に東京圏のですね、感染者数の増加傾向っていうのは、大体、皆さんご存知の2週間前の状況ですよね。そうなんですね。それが今どうなってるのかっていうのが分からないと、今は若い人で、軽症者が多いとはいえですね、それが重症者って軽症の後に軽症者だった人たちがですね、重症化するってこともありますから、それを考えるともう少しですね、判断をこう留保してですね、 GoTo キャンペーンも別にその決まった期限すぐやらんじゃなくてですね、少し先送りしてもいいんじゃなかろうかなって僕は思いますね。でその分期待されていた観光業のね、方々には経済的支援を別途ね、やるというそういった柔軟性があるんじゃないかなと、
そのために予備費っていうのを、ねはい、計上したんですよ、10兆円も、10兆円、はい、それを使った方がね、 GoTo キャンペーンに対して2兆円ですか、はあはあ、その分だけのお金をね、別に先行して、はい、実際にもう配ったっていいと思うんですよ、はい、まあ、そういったことを、ね、なんでできないのかなと思いますね、はい、続いてはこちら、日本経済新聞、コロナ禍動き出す消費、新型コロナウイルスの影響で大きく落ち込んだ国内消費、一人10万円の特別定額給付金の支給が8割を超え、高額家電や自転車などの消費に回っています。政府の需要の刺激策が早く行き渡り、先にその消費が底入れしたアメリカや中国では息切れの気配も出ていて、感染者増や雇用の影響などを踏まえた消費回復の持続力に課題があるとも見られています。小売業6月に入って売上高が急回復する企業増えています。自転車販売のアサヒの6月の既存店の売上高、前の年の同じ月に比べ 41% 増、5月のこの同じくですね 9% 減から V 字回復しています。10万円の給付金で消費者に多少購買の余裕ができ、機能性が高い自転車を買う人が増えたということで、価格がですね、一般自転車の3-4倍する電動アシスト自転車が好調だと。内閣府の消費動向調査では、消費者心理を示す消費者態度指数が4月に過去最低の 21.6 となりました。それが6月は 28.4 まで持ち直してきました。多くの人に給付金が振り込まれたこと、外出の自粛期間中に買い控えた反動で 4K テレビなど高付加価値の耐久消費財売れているという見方もあります。消費が動き出したということなんですが、田中さん、これどうご覧になりますか。まあ、そうなるとは思いましたけど、はい、まだね、V 字回復っていうのは全体状況では言えないと思うんですけど、まあ、それでももう完全に底打ってですね、はい、上昇していると、まあ、この定額給付金がかなり、消費に、功を奏してるなと思うんですよね、はい、だったらもっとやりましょうよ、はい、先ほども言ったようにですね、予備費10兆円ありますからね、はい、まあ、いろんな先ほど の特定の観光業とかですね、はい、そういった方々のための対応として、まあ、数兆円は取っておいて、はい、残りはですね、また秋ぐらいに今の感じでいくとですね、消費の先細りが起こりかねないんですよ、はい、だから秋口にですね、またやってみると、むしろですね、まあ、衆院選、はい、ね、お菅原早瀬から来るじゃないですか、はい、噂では秋っていうね、話もね、ひょっとしたらこの、ね、はい、予備費の使用が結構政策の論点になるかな、選挙の論点になりかねないなっていうふうに僕はね、思ってるんですよ、はい、まあ、それがね、どんな感じになるか、結構ね、注目ですよね、一応10兆円これ与野党の合意がありますけど、はい、その与野党の合意をね、破棄して、与党がね、はい、こういったものにお金を使いたいと、はい、例えば全額定額給付金に使いたいんで、はい、その使途を問うために選挙やると、はい、そんなこともやったらやりかねないかなとかですね、まあ、全部ね、私の邪推ですけどね。はい、で、消費の底入れなんですが、アメリカ中国で先行しました。5月のアメリカ小売売上高、前の月に比べて 17.7% 増、過去最大の上げ幅となりました。アメリカ自動車販売が4月の前の年の同じ月に比べ 47% 減を底に、6月 26% 減まで戻しています。まあ、中国でもですね、各地の地方政府がネット企業などと組んで商品券を発行したこともあり、5月のネット通販売上高、前の年同じ月に比べて 22% 増となりました。まあ、日本では今後観光小売などで雇用調整が始まる恐れも出ています。所得賞与の下振れもでもありまして、個人消費下押しするというこの懸念もありますが、このあたり、そうですね、これは日経新聞の記事をベースにしてるんですけれども、はいはい、ね、やはり日本経済新聞は消費税の影響、はい、ね、ポイント還元終わってしまったんで、はい、これ実際に消費税ベースで見ると増税が起こったりするんですよね、はい、あと有料レジ袋の、はい、もうこれも事実上のですね、増
税だなと思うんですよ、あのレジ袋のコスト以上に、あのお金取ってますからね、そういった意味であの追加的な増税になってしまっているということで、そういった話は全然ねあのカットされてるんですが、そういったものもね、全部込み込みで、まあなんて言いますかね、政府、財務省経産省のこの、タックによるですね、民間消費殺しみたいなものがね、あの継続してますよね。だからあの消費の V 字回復っていうのが一体どこまであるかって僕は懐疑的で、今はあの盛り上がってますけれども結局ね秋ぐらいには先細りしちゃうんで、ここで何か、あの政策をね、あの消費振興の、あの政策を打たないとダメで、そのための財源として、予備費 の意義がですね、クローズアップされていくんじゃなかろうかなと思います。はい、以上ニュース目玉焼きでした。時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。この時間田中さんにデジタル課税をめぐる争い、アメリカがフランスに報復関税発動も、こちらについて話を聞きます。アメリカといえばあの米中のこの関税報復合戦というのはね、耳なじみですけど今回はフランスに報復関税発動もなんですね。アメリカ通商代表部、フランスのデジタル課税が自国の IT 企業を不当に標的にしているとして、フランス製品に 25% の報復関税、来年1月までに課すと発表しました。まあ、対象にしているのはフランスからアメリカに輸入されるハンドバッグや化粧品など21品目、13億ドル分、日本円でおよそ1400億円です。改めてこのデジタル課税なんですけれども、まだこの、すぐにこの報復関税を課すというわけではないようですね、これね。そうですね、まあ、アメリカね各地で、ゲラやってますけどね、あのこのデジタル課税っていうのは、まあ、あのガーファーっていう、いわゆるグーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルですよね、そういった、まあ、インターネットなんかを利用したね、あの特定の、まあ国に、拠点を持たないような IT 系の巨大企業、それに対するあの課税なんですよね。通常だとなんかこう会社とかですね、工場みたいなものがその国にないと、その国が、今言ったガーファーに、あの課税できないんですよ。つまりそうなるとですね、拠点があの国内にある企業、特に自国の企業ですねに対して、そういったですね IT 系の企業はあの税金課せられないんで、あの競争上有利じゃないですか、ね、同じことやっても、そうですね、そういう、まあ、不平等をすごくですね、例えば EU、そして、まあ、日本もですね、あの問題視していると、でアメリカの方はそういったデジタル課税についてはですね、やはりこの自国のですね、リーディング産業なんで、非常にですね、あやふやにしたいと、現状維持したいというふうな狙いがあるんじゃないですかね。そのデジタル課税めぐってアメリカはですね、グーグルやアマゾンなどこの自分の国の企業を不当に標的にしているとして強く反発しています。デジタル課税めぐっては OECD 経済協力開発機構を中心に議論は進められてきていたのですが、アメリカが交渉を中断すると表明し、今年のうちのこの最終合意というのは不透明となっています。グーグルなど多くの IT 企業を抱えるアメリカ、先月 EU ヨーロッパ連合など10カ国10の国と地域にも対抗措置の検討対象を広げています。一方フランスなどは国際的な議論がまとまらなければ独自課税に動くと牽制しています。トランプ政権、実際に報復関税発動した場合、アメリカとヨーロッパの間でどうでしょう、田中さん、貿易摩擦に発展する可能性っていうのはあるんでしょうか。まあありかねないですよね。特にあの、まあ、欧州委員会の計算だとですね、まあ自国 の、 あの企業、まあ、EU 圏の企業の利益のうちですね、大体 23% ぐらいが税金で持ってかれるんですけど、今言ったですね IT 系の企業は大体 9% なんですよ。まあ、これ明らかに不平等なんで、競争条件 の、まあ、あのイコールフッティングって言って、同じ扱いをするっていう、点ではですね、もう完全に歪んじゃってると、もう長期的にはですね絶対認めることができないものだと思いますね。多分あの EU 競争法っていうのがあるんですけど、それにまあ抵触してるんじゃないですかね。で、あの今言ったですね、ガーファー、そのグーグルだとか、Amazon だとか、そういったものっていうのはですね、従来の例えば日本で言えばです、
言えばあの公正取引委員会、はい、それで規制するようなですね、独占のタイプとは若干違うんですよね。どうしてかというと、例えば Google っていうのはですね、検索サービスこれ無料じゃないですか、はい、ね、Amazon もですね、あの非常にあの定額で、はい、届けてくれるということで、まあ、今日あの提供するサービスに独占力は全然発揮してないわけですよ、価格付けに、はい、ところがですね、我々の個人情報、これはですね、いわゆる売り手、あ、買い手独占といってですね、はい、一方的にこれ、まあ、個人情報っていう莫大、膨大なんですね、データをですね、蓄積することが今言ったあの企業群が、あの可能なんですよね、はい、そこに対するその独占に基づくですね、あの US 的な地位、これをどう取り締まるかっていうのはですね、これやっぱですね、もう、日本の方もですね、公正取引委員会、はい、あのこれから厳しくするよと、で具体的なですね、対策をですね、今模索中なんですよ、うん、はい、まあ、アメリカはまあ反対し続ける可能性もあるんですけれども、はい、まあ、流れ的にはね、やっぱ規制が、はい、あの主流になってくると思いますね、はい、また後ほどお話を伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。前線と低気圧の影響で九州北部で非常に激しい雨が降っているほか、中国地方でも断続的に激しい雨が降り、土砂災害や川の氾濫の危険性が高まっていて厳重な警戒が必要です。西日本と東日本では今日日中局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。記録的な豪雨となった九州や東海などを含めて各地大雨に警戒が必要ですね。今あの東京の浜松町というところ文化放送ありますけれども、外かなり激しい雨が降り始めてますね、はい、まあ、ですからところによっては、まあ、至るところで大雨ということですね、さて安倍総理は昨日官邸で開いた非常災害対策本部の会合で、熊本県南部を中心に甚大な被害をもたらした九州豪雨の被災地支援に向けて、災害復旧予算と予備費を合わせた4000億円を超える財源活用した対策パッケージ、今月中にまとめるよう関係閣僚らに指示しました。また今日の閣議で特定非常災害特別措置法に基づく特定非常災害に指定して、予備費の一部の支出、これをですね、決定すると明らかにしています。特定非常災害に指定されると被災者は運転免許証の有効期間のこの延長などの特例措置を受けられるようになるということです。その他にも例えばこの自治体が実施すべきですね、補修すべき道路の復旧工事などを自治体の要請で国や都道府県が代行する、まあ、これは自治体がこの被災者のケアで手が回らないその部分に、都道府県ですとか国が代行する、まあ、こういったことができるようになります。これが特定非常災害に指定されるとそうなるということなんですね。安倍総理会議に先立って甚大な被害を受けた熊本県を視察しました。一刻も早く手を打たなければならない、政府としてできることは全て行うとして仮設住宅の建設をはじめ国道や河川の早期の復旧などに全力を挙げる考えを示しました。九州豪雨、この支援ですけれども田中さんいかがでしょう。まあ、あの政府のね、はい、あのこの対応っていうのは、まあ、ともかくスピードと、はい、あと、まあ、金額ですよね、はい、とあと、まあ、地元の人たちに対する、まあ、精神的なケアも含めた対応っていうのが重要だと思いますが、はい、あと、まあ、大きい話で言えばですね、はい、やはりこれだけあの自然災害がですね頻発していると、やはりこの私なんかやっぱ経済学者なんで経済対策の点で考えてみるとですね、はい、この防災インフラの整備、これがですね今ここ数年間、まあ、いわゆる国土強靭化枠みたいな感じで、はい、臨時特例でですね、多少ですね、増額されてるんですよ、はい、だけれどもこれ例えば政権が変わるとかですね、ちょっと方針が変わるとすぐなくなっちゃって、はい、でベースになってるような経常的な支出っていうのがですねほとんど変わらなくてですね、もう21世、まあ1990年代の初めから現在時点までですね、大体そういった防災インフラの
金額って半減しちゃってるんですよ、はい、でその半減したまんまですほぼ、つまりまあ、たまたまこの2年ぐらいですね臨時で増えてるだけで、まあ喉元すぎればですね、まあ、つまり、政治の圧力がなければ、はい、まあ、官僚の論理でいくとですね特に財務省の緊縮政策ですが、はい、でいくともうすぐまた戻されちゃうと思うんですね。でだからあの防災インフラをですねこれ経常支出つまり、常にあの増加傾向で、増やしていかなきゃいけないなというふうに思いますね、はいはい、さあそれではここからは田中さんにこのテーマで話を聞きます。東京に緊急事態宣言を再発令するべきなのか。東京都は昨日新型コロナウイルス感染者が新たに119人報告されたと明らかにしました。都内の新規感染者数200人を下回るのは今月8日以来5日ぶりです。東京で感染が確認されたのは累計で8000人を超えています。小池都知事報道陣に毎日数字が動く基本的に今数字が増えてきているなどと述べた上で皆さんには感染しないさせないを徹底していただきたいこういうふうに呼びかけました。また小池都知事西村経済再生担当大臣がおととい東京埼玉神奈川千葉4都県の今後の状況次第で休業要請を求める考えを示したことについて前の休業のイメージでは非常に全体の負荷が大きすぎると指摘しました。東京豊島区による休業要請の協力金に都が財政支援する方針を挙げ豊島区を一つのモデルにしピンポイントで進めると述べました。新型コロナウイルス感染新規感染者が増加している東京都を対象に緊急事態宣言を再発令すべきだという声もあるんですが、田中さんこの声にはどうお考えでしょうか。私はですね、あのすべきではないと思いますね。す前回と同じような形では、はい、いや、やるとしてもですね、まあ、多分地域や業態、はいはい、それを、まあ、あの極めて限定的にやるべきだと、はい、で実はですねあのかなりもうデータが集まってきてまして、はい、まあ例えばアメリカやヨーロッパのですね第一線の経済学者と、公衆衛生学者がですねコラボしてですね、はい、まあ、最近総合的なモデルを作ったんですね、はい、それによりますとやっぱ、ね、ロックダウンっていうものが感染症の収束にほとんど影響してないと、はい、でむしろ、失業率を、まあ、ロックダウンで営業できませんから、はい、職業を失っちゃう人たちが非常に出てくると、で、失業率は高くて、経済に対する影響が甚大であると。はい、でむしろですねそうじゃなくていわゆるまあ、生活のあり方を変える、はい、マスクを、するとかですね、3密避けるとか、はい、社会的距離を保つ、そういった感染症の予防対策をした方が、はい、でさらにロックダウンはですね、はい、やるにせよ限定的でやった方がですねよほどこの感染症の収束に役立つと、はい、つまりやり方を変えろというようなことをですね進めてきてます、はい、でそれで言うとですねまあ、今政府はその緊急事態宣言の段階ではないと言ってますがむしろですねもっと一歩進んでですね緊急事態宣言前回でやったようなものは政策としてはですねおそらくもう取らないと、はい、もっと狙い撃ちみたいなですね、はい、対応をして、ええ、でそこの部分にはですね例えば休業するんであれば、保証をですね、はい、手厚くするとかですね、ええ、そういったメリハリをつけたですね対応した方がいいと思います、はい、ええ、例えばですね年度1年間の中でですね2回前回のような緊急事態宣言を発動してしまうと、はい、おそらくですね雇用が本当に崩壊しちゃうと思うんですね、はい、そうなるとですね、経済的なまあ負荷がですね、はい、国民生活に大きくしかかってですね、はい、これはまあ、感染症で、まあ、縁起の悪いことですが死ななくてもですね、経済死、そういった深刻な状況が生まれてしまうと、はい、でおそらくこれは日本だけではなくて、今も言いましたように世界中のですね経済学者や、また公衆衛生学の人たちの、まあ、共通認識になりつつあるんじゃないかなと思います、はい、さて東京はですねこのところこの三桁で、推移してきました新規感染者ですね、で、この新型コロナウイルス感染症の再拡大を菅官房長官東京問題と表現したんですね。これについて小池都知事昨日不快感を示し観光需要
喚起策の例の GoTo キャンペーン始まろうとしている中で、感染対策との整合性をどう取っていくのかというのはむしろ国の問題だと、小池都知事は菅官房長官の東京問題発言について、圧倒的に検査数が多いのが東京で、それによって陽性者が出てきて無症状者もかなり含まれているのが分かってきたと説明しました。そして感染防止策を GoTo キャンペーン、感染防止策を冷房、 GoTo キャンペーンを暖房に例えて、冷房と暖房の両方をかけることについてどう対応していくのかと語っています。消費喚起策とこの感染拡大の防止策、このバランスをじゃあどう取るのかということなんですが、田中さん、これは難しいですよね。難しいんですけど、やはりですね、経済活動を、はい、さっき言ったようにですね、ロックダウンとかですね、緊急事態宣言みたいなことをやってもですね、はい、感染症の収束にほとんど役に立たないと、はい、むしろ経済的な損失の方がクローズアップされてしまうので、はい、やるにせよですね、やはりこの業種を絞って限定的にやると、はい、でそこでですね、バランスの点で重要なのは、もし業態やですね、地域でそういったまあ緊急事態宣言のひなが、ちっちゃい版ですよね、はい、をやるとすればですね、やっぱ休業保障みたいなものを政府はですね、一貫して否定してるんですが、これ絶対やった方がいいですね、はい、そのため の、まあ、法整備なりですね、経済的な手当、予算の手当をですね、はい、すべきだと思います、はい、それこそですね、やっぱ国と東京と、地方自治体と政府がですね、コラボしてやらなきゃいけないところなんで、罵り合いをするんではなくて、そういったところをですね、はい、絶対進めた方がいいですね、はい、で今予備費でですね10兆円ありますから、はい、それを活用するのもありですよね、はい、2兆円とか3兆円、はい、まあ、GoTo キャンペーンに当たるような額をですね、そのまんま、観光業の人たちとかですね、はい、または夜の街と言われている方々にですね、はい、休業とかですね、あと、まだそんなに観光が進行できないんで、そのため の、 補助として差し上げますと、差し上げますっていうか、はい、もらって当たり前だと思うんですけどね、休業保障ね、休業を要請するんであれば、はい、そういったメリハリを効いたですね対応をすることができるはずなんですよ、予算的にもね、なんでやんないのかなって、あと気になるのが、看護師などの今年の夏のボーナス、去年よりも引き下げた医療機関がおよそ3割に上ることが分かったと。これこの調査を行った労働組合がですね、新型コロナウイルスに感染する危機感感じながら、使命感で働いている医療従事者の退職が増える恐れがあると指摘しています。医療機関もこれご存知かと思うんですけれども、経営がですねかなり苦しくなってきている、この新型コロナでね。そうなんですよね、だからね、医療企業がこういうふうに、はい、経済的な崩壊になってしまう、はい、まずいんで、それこそ本当ね、予備費って10兆円ってすごいんですよ、はい、ここも政府ですね、ここにも使えばいいんですよ、はい、なんでやらないのかと、はい、宝の持ち腐れですよね、はい、そういった柔軟なで大胆な政策をやるべきだと思いますね、はい、田中秀富さんでした。